はい、こんにちは。ダイワロスティックの三宅です。今日はダイワのルアー開発の、ね、担当の大中祐樹君と一緒に、テストやってるんですけど、2016年発売のダイワの、まあ、ルアーをね、ちょっとここで、まあ、せっかく来てもらってるんで、軽く紹介したいと思います。よろしくお願いします。大中祐樹です。チャターベイトから説明させていただきたいと思います。これがスティーズチャター、はい、ね、名前はスティーズカバーチャタースティーズカバーチャターっていう名前で、まあ、最大の特徴はこのようにガードがついているのが一番の特徴です、ね、でやっぱブラシガードがついていると、まあ、メリットデメリットあるんですけど、まあ、メリットはやっぱりカバーの中にどんどん入れていける、まあ、カバーの中に基本的にジグとかそういうのを入れて、はいはい、基本的に点の釣りしかできないんですけど、まあ、こいつだったらカバーの中を横に引いてくる、プレッシャーのかかったところに、違うアプローチができるっていうのが最大の特徴です。これすごいレスポンスがね、テストで使ってて良かった印象で、やっぱりその薄さっていう、そうですね、やっぱブレード、薄い、はいはいはい、そうですね、使ってるんで、はいはい、非常にレスポンスがいいんで、うん、まあ、例えばカバーをこう、まあ、ウッドカバーとかこう抜けてきた後の立ち上がりもすごくいいんで、はいはいはい、カバー抜けてきた後の場合とか、すごいね、使いやすい印象で、まあ、琵琶湖でもね、特にウィードの釣りとか、まあね、そう岩系の釣りとかでもすごいこうやっぱりバイブレーションがはっきりしてるんで変化を感じやすいんで ね、 そうですね、まあ、まあ、特にそういうのにはすごくいいかな。でガードがしっかりしてるんで、そうですね、うん、ガードついてるのがブッキングとか全然全 然、 全然大丈夫です、全然大丈夫です、うん、これ今10本なんですけど、まあ、これも、はいはい、赤羽さんにそのシャローカバーで使ってずっと見てたんですけど、やっぱりフッキングが悪くなると、うんうん、もうルアーとしてダメなので、うんうん、まあ、カバーを抜けてくるギリギリのところまでこう多いブラシガードをつけながらこう照らしながら調整していってるんで、まあ、その辺もバッチリになります。 OK です。はい、続きましてスティーズシャットですね。はい、もう使ってもらってる方もいらっしゃると思うんですけど、 D シャイナーなんですけども、非常にいいシャットで、そうね、まあ、これ以上のシャットなかなか作るの難しいかなということで、まあ、すっごい釣れるシャットですよね、はい、まあ、最大の特徴は重心移動が斜め上に入るっていうのが最大の特徴ですね、はいはいはい、まあ、ダウンヒル構造の重心移動システムというのがあるんですけど、最大の特徴は飛んで着水した時に、うん、まあ、一般的な重心移動のシャットってこのような状態で、そうですね、あってこの後水を噛んで泳ぎ出すというのが、これは絶対にこう返ってくるっていうのが最大の特徴ですね、はいはいはい、キャストして着水してすぐに出だせるっていうね、出だしが早いっていうね、はい、まあ、そこってすごいでも重要なんですよね。そうそうそう、画期的ですよね、そこは、はい、重心のが入ってるんですけど、うん、動きの足が速い、速いよね、まあ、通常だとそこがね、やっぱりワンレスポンス遅いっていうパターンが多いけど、まあ、そこはすごく優れてる、そうそうそう、スティーズシャット、はい、まあ、アクションとしてもすごいハイピッチで、いいですよね、はい、そこは、まあ、確かに釣れるシャットっていうか、まあ、テストの段階からもすごい釣れてたんで、まあ、これって、まあ、ね、すごいどこのフィールドでも使えるし、はい、まあ、サイズ感的にも、ね、もう本当に典型的な釣れるシャットっていう、はい、そうですよね、うん、まあまあすごいね、まあ、本当にやってても釣れるなっていうのは、そうですね、はい、まあ、教えないんだからすごくよく釣れてる、そうですね、スティーズシャットになって、まあ、これ2メートルダイバーなんですけど、はいはい、それに合わせて1メートルダイバーを、はい、浅いですね、はい、出していきます。おかっぱりとかでも、うん、使い分けていきますからね、はい、使いやすくなる、なるほど。次がバイブレーション、はい、ました。 TD バイブのスティーズカスタムという名前の商品なんですけども、こちらも、ずっと売ってた TD バイブのタイプ R がベースになったモデルで、何が変わってるかというと、
特徴あるね、はい、サーフ すごく軽いサーフなんですけど、はい、結構あのベイトフィッシュとか泳ぐときにキルキルキルっていうか、うん、ちょっとこう軽いことで波動もちょっと弱いので、うん、はいはい、でガラスとかそういう軽い比重のウェイトの中に、ね、ボディに当たったときの波動とか少し弱めの波動が出るようになってるんで、結構ベイトが絡んだところで非常に効くサウンドかなというふうに思います。音でね、釣り聴覚変わるって結構あるんだよね、バイブレーションが、まあ、当然ね、音ありなしっていう分け方もあるけど、ね、その辺の例えば、ね、一般的な防音素材であるとかいろんなラトルの、ね、そういうボディラトルの素材とか音によって、まあ、明らかに聴覚がね変わるようなタイミングとかシーズンっていうのもありますし、まあ、その辺が楽しみだな。そうですね、これはサイレントも、そうですね、これがガラスサウンドモデルで、もう一個サイレントはこれ赤目になった形で、はい、でサイレントは、ウェイトが全部固定になってるんですけど、ははは、普通のサウンドと比べてこの辺に入ってるウェイトが全部下に配置されてることで、なるほど、こうリフト&コールじゃなくてアクションレスポンスが非常にやっぱサイレント音だけ、音がないっていうのがまあ特徴なんですけど、意外と動きとかもサウンドモデルのよりもレスポンスが良かったり、はいはいはい、そういうのが大きいので、うんうん、はい、なるほど、そういう特徴がある。そうですね、 TD バイブ、はいね、はいはい、サイズも一種類、なるほどなるほど、6センチ5ミリと7センチ2ミリ、はいはい、もともとね、はい、釣れる TD バイブもカスタマイズしたので、そうですね、まあ、当然ねこれもテストの段階なのでね、はい、まあ、楽しみだ、いい深さ、はい、そうですね、はい、こちらまたあのシミホールは、はいはいはい、はい、ね、設定されてます、はい、よろしくお願いします。次がクランク、はい、こちらは新型の、クランクウェイトなんですけど、スティーズクランクという名前で、はいはい、2メーターダイバーと1メーターダイバーと今テストしています。メインは庄司さん、庄司プロを、はい、メインに見ていただいているクランクウェイトなんですけど、うん、コンセプトは、もうこういう薪の釣りってやっぱ一日中投げ続けられることとか、まあ基本ね、集中して釣りができるかっていうところを一番大事にしたかったので、一日このクランクを投げられるっていう、その引き心地ですとか、飛びの姿勢ですとか、あと障害物を抜けてくる感じというか、この感覚の部分を結構形にしていった。これね、庄司さんから投げさせてもらってめっちゃ引き心地がねいいっていうか、あの絶妙な引きテープ、そうですよね、疲れずでもなさすぎずっていう、ね、その、まあ、もちろんボトムタッチで引っかからないっていうのは当然ねあると思うんですけど、まあその疲れないっていうのがよくわかるっていう、そうですね、うん、本当に一日ずっと使い続けられるような、そうそうそう、でやっぱクランクの抵抗がなさすぎてもダメなんで、そうですよね、だからその疲れないけどあの集中力が維持できる抵抗感というか、まあ、その辺がねすごいいいクランクかなと思います。アクション的にもあんまりハイピッチにしすぎず、うんうん、ハイピッチとちょっとワイドな、ね、そうワイドな間なんですけど、まあ、どっちかというとハイピッチには寄せてるんですけど、一般的なそのハイピッチなクランクウェイトよりは、ピッチをあえてずらすことで、カバーの抜けもやっぱり多少ワイドの方が抜けてくる感じもすごいあったんで、まあ、そういうような形で設定してます。絶妙ね。そうですね。一日中巻き続ける。なるほど。なるほど。スティーズクランク。スティーズクランク。200と200ですね。でそれぞれ、重心移動のモデルとあとサイレントのモデルがあります。はいはい、これプロップウェイトね、はい、ね、はい、シンキングの一般的なプロップウェイトです、どちらかというとですね、あのピーナッツとか、うん、ああいう初心者の方に、はいはい、いっぱい魚を釣ってもらいたい、楽しく釣りをやってもらいたいなということで、はいはいはい、まあ、釣れるルアーなので、あの使いやすさ、どこまで追求できるかというところをやってきたんですけど、まず1個目はペラですね。ペラもいろいろサイズとか、作ったんですけど、やっぱ大きい方がすごくよく回るんですけど、飛距離が出なかったりとか、まあ、バランスが悪かったりという
はいはい、あんまり大きいベラはつけてないです、はいはいはい、でベラの、薄さはすごく薄くしたんで、超ゆっくりでも泳ぐようになってます。まあ、三宅さんにもテストしてもらってて、ね、すごい浅いところをゆっくり引いてきてもしっかりベラが回ってる、ね、レスポンスがすごいんでね、ベラの。でやっぱりそのレスポンスにベラが効いてる、あの魚、まあ、サイトでね、魚あの見えてるところに投げてかけたりもしましたけど、まあ、明らかにそのベラの周りとかに反応してるっていうか効いてる感もあるし、あとなんかねリアフックの方がやっぱフッキングすごいよくセッティングが出てるっていうね。そうですね、うん、こちらもあのアイデアいただきまして、普通ねフッキングしにくくなるんですけど、そうですね、そうそう、このベラがガードになってフッキングしにくくなるんですけど、そうそうそう、部分もうすごく改善されて、はい、筒をつけることでね、あの問題なくリアフックにかかって、そうですね、これね、まあ、あの IGK っぽいちょっとインパクトのあるルアーというか、まあ、そういう感じの、ね、使い方っていうのができるんで、まあ、ベイトがいる寄せるっていうか、こうベイトがいる中に投げるのはもちろんして、まあ、結構ね魚をこう浮かせたりとか、そうですね、うん、あの就業力っていうのもすごいあるんで、はい、その辺もねちょっと楽しみなルアーですね。あとラインナップとしてはこちらが、はい、シンキングモデル、はい、でファーストシンキングモデルっていうのもあるんですけど、まあ、本来であればこのシンキングモデルが一番表層もゆっくり引けて、はい、釣れるんですけ ど結構初心者の方ってなかなかゆっくり一定に巻くっていうのが難しいっていうことがあるんで、まあ、ガイドの方もいろいろ聞いたら、はい、やっぱりもうちょっとウェイトがあって、まあ、飛んで、まあ、普通のスピードで巻いて釣れるベンチに来れるというのが大事じゃないっていうのをいただきまして、そうですね、で、まあ、ファーストシンキングモデルっていう名前なんですけど、結構初心者の方で、なかなかゆっくり負けない方なんかも、はいはい、ファーストシンキングモデル、本当にこのシンキングモデルと 1.1g しか変わらないんですけど、全然レンジとか変わっちゃいますし、まあすね、うんうん、全く別物なんで、ぜひそうですね、はい、はい、よろしく、まあ、これすごい釣れるんでね、はい、ぜひ使ってほしいです。はい、はい、よろしくお願いします。次バイブレーションね、はい、はい、DD バイブですね、こちらの 8cm2mm の DD バイブの GDS っていう商品なんですけど、まあ以前から販売してたのもあったんですが、それとは全く別で新型でもう一回一から作り直しました。で、ね、一番大事にしたのがスローロールできるバイブレーションですね、はい、これはね、すごいと、あのテストの段階でね使わせてもらったんですけど、まあね早巻きで使えるバイブレーションっていうのはね、まあまあ結構あるんですよ。ただスローロールするっていうのは、ここがバイブレーション、まあスローロールというスピナーベイトとか、まあ、他いろんなルアーでそういうのあるんですけど、バイブレーションをね結構ちゃんとスローロールして釣果に結びつけれるルアーっていうのはなかなかないんですよ。これはね、ねテストでもでかい、そうですね、三宅さんに、うん、TD バイブでこれで58でした。あ、そうですね、釣りましたけど、まあ、いきなり使っていきなり釣れたんでね。で、まあ、あのハードボトムとかね、あれはスローロールで使ったんですけど、まあ、これもねやっぱり手元にしっかりとした、ね、あの感触もあるし、あのウィードにタッチしても、まあ、すごい抜けてくるんですよ、僕は。まあ、その辺もあるんで、すごい、ね、使いやすい。スローロールできるからといって全然ウェイトが軽くて飛ばないってわけじゃないです。そういうわけじゃない、そういうわけじゃない。重さも 23.5g あるので、まあ、4分の3オンス以上の重さあるんで、まあ、すごく全然遠投もできるしけど、スローロールできる、そう、だから、まあ、スローロールできる、でも通常の使い方もできる、ね、その辺がすごい特徴あるかなと。サウンドもこちらノーマルサウンドにスティーズバイブでまた、はい、ちょっとスティーズバイブよりは重たいんですけど、スチールとガラスとグラス、はいはいはい、まあ、3種類のラトルを組みました、はいはいはい、まあ、ちょっと複雑な、あ、なるほど、ことに仕上げてます。このでも結構良かったことね。そうですね、良、うん、かった。であとそれと、サイドモデル、うんうん、はい、まあ、こちらもあると、はい、まあ、それも絶対10なんで ね、 でねサイドモデル、はい、まあ、ぜひぜひ、ね、はい、ぜひ使って、こちらもよろしくお願いします。新作のバックスライドワーム、はいはいはい、来た。これ3インチなんですよ、はい、9g あります、うん、まあ、普通のベイトタックルでも使ってもらえるベイトあるんですけど、まあ、今出てるバックスライドワームとどう違うのかというところなんですが、はいはい、最大はこの2つ、
けて綺麗にバックスライドしていくんですけど、はいはい、これがですね、実はこの手が、はいはいはい、スリップが入ってました。あ、でピッパックのアップつけて簡単に、ね、はいはいはい、ちぎれるように分けれるんですね、爪とも。そうですね、はい、切れるように、はいはいはい、で、このままバックスライドのセッティングでこのまま切ってもらうと、はい、ちょっとね、やっぱ抵抗になる分スライド幅は狭いんですけど、ね、バタ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 っと、はいはいはい、泳ぎながら綺麗にゴールしていってくれるワームになっています、はい、で、これね、お客さんにテストします。そうですね、これでしか言わないこれはね、ちょっと神ワーム的なね部分が結構ありましたね。で、他のワームでね、ホールで食わないんですが、なぜかね、このまあ脳進化状態の進化あり状態というか、そうですよ、ね、中にやっぱりね、コアが、タングステンコアが入ってるん で、ね、そのフォルムとか見た目は脳進化でありながら、進化ありの状態の、まあ、フォール姿勢とか、そういう状態が出せるっていうことで、まあ、やっぱりね、その辺が効いてるっていうか、明らかにでかいやつばっかりフォールで食ってきてたっていうことがあったん で、まあ、これね、まさに、まあね、普通のボートで、ね、釣るフィールドっていうか、そこももちろんなんですけど、おかっぱりなんかにね、個人的な感想としては最適なワームですよね。引っかからず手間もなくぶっ飛ぶしみたいな部分もあるので、結構こういうでかいパーツついてるので、カバーをこっち逆から抜くときにはい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 、はい、それもないしね、意外とこれね、なりにくいしね、薄くなってることでこう折れ曲がって、そうね、こうやって抜けてくる、はい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 、意外とここも見切れしにくいですね、はい、そうそうそう、なってますね。これはね、すごい使いやすい、でもリグル手間とかもないんです。そうですね、もうパッケージから出して針刺すだけ、そう、そのまま刺すだけで、シンカーとか装備せずにそのままね、ウェイトを張って投げることもできるし、まあ、これね、もう個人的にもすごく期待してる、ジグですね、はい、これはフットボールタイプですね、はい、こちら、はい、タイプですけど、名前がマルチジグ SS、はい、マルチジグという名前にした理由は、まあ、ボトムでもスイミングでも使えるというところですね。あとおかっぱりの方とかにも使ってもらえるように、ブラシガード、はいはい、ちょっと強めの設定にしてあります、はい、まあ、切ってもらったら全然調整はしてもらえると思うので、はい、まあ、つけた状態でやりたいなと思ったので、はいはい、ブラシガードをつけてます。で、僕は、まあ、セミロングぐらいになるんですかね、まあ、そうね、ストーンに比べたらだいぶ短いですけど、まあ、ボトムでも使いたいんで、はいはい、まあ、セミロングぐらいで、まあ、3インチぐらいのトレーラーとか4インチとかの、はい、スイミングアームとかにもぴったりだと思います。で、アイの位置は45度の位置、はいはい、結構抜けてくる感じも、そうですね、はい、抜けてきてましたね。まあ、立てれば立てるほどやっぱり抜けにくくなってきたので、スイミングの姿勢、水平姿勢を保てるところで一番抜けてくるところ、まあ、大体やっぱ45度くらいが一番良かったので、はい、僕はまあサクサクそうですね。で、レンジキープしやすい、なるほど、極力平重心になるような、なるほどなるほど、はいはいはい、なってるってことですね、重心にしたりとかね、してます。まあ、でもよく釣れるね、フットボール、これも使いやすいですし、はい、ガードもやっぱ適度な硬さなので、ね、すごい使いやすいので、ね、樹脂タンクですね、そうですね、はいはい、でこれの、アーキーヘッドタイプですね、はい、普通のカバーの、はい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 、こちらも、まあ、ブラシガード、まあ、もちろんですけど、ちょっと強めのブラシガードがついてます、はいはい、でこちらも、45度やっぱ抜けが60度よりもちょっとこっちの方がいいかなっていうところがあったんで、45度の愛の位置ですね、はい、であと極力そのカバーの中に入れて入っていってほしいんで、ヘッド側に重心を持ってきたいんで、はい、この、ウェイト側には、例えばフック側にはウェイトを背負わせずに、なるほどなるほど、してます。で極力こうヘッド側に集中させるように、この辺 のウェイトを削って、なるほど、ようにしてるんですね。まあ、これもね、絶妙なガード
すごいね、まあ、スイミング系もいいし、非常にベーシックな、そうそうベーシックで、まあ、針もね強いですね、これ、はい、うん、あのすごい使いやすい、針も一応こだわって、あのいわゆるスプロートって呼ばれる、はいはいはい、ラウンドではなくスプロートタイプの形状、ね、で、若干外気にしてるんでかかりがいい、これとセットでね、トレーラーちょっと使わせてもらってましたけど、そうですね、はい、はいはい、まあ、ダブルベーブを使ったマップなんですけど、まあコンセプトとしては放置とかしてても釣れるようなフロアを、ね、はいはい、作り始めたんですけど、全部あの進行方向の逆向きにパーツがついてるというか、なるほどなるほど、全部水を受ける方向に、はい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 、全部抵抗になるようになってるんですね、そう、はいはい、あのパーツがついてるんで、うん、置いといてもその水の流れとかを受けて微妙な存在感みたいなのを、バイブレーションを起こしたりしますよね、はいはいはい、マテリアルもですね、こだわってすっごい柔らかいマテリアルにしてるんで、はいはい、あの水の中でですね、その生めかし、はい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 、そういうのまあ、特徴的なその抵抗を受ける部分ね、そうですね、はいはい、まあ、全部受けるんですけど、まあ、特にそこがすごい特徴でね、大きなカップ形状のアームがついてる、はい、まあ、実際テストでもね、さっきのジグに組み合わせて使用してましたけど、ね、はい、まあ本当良好にいますね、そうですね、あのホール中、特にホール中とかのバイトの検査が出てるんで、やっぱそういうホールに対してすごい特徴あるっていうか、そうですね、回収してる時でも結構なもん抵抗で、そうですね、なるぐらいミス受けてる感じを受けます、ね、あとまあね、こうトレーラーだけじゃなくて単体でこれね、そうですよね、あのまあキャロンとかですね、そうですね、キャロンも相性いいですし、はい、あとヘビダンとか、ヘビダンとかでも全然多分、うん、あの全然いいですね、これもぜひぜひ使ってください、こちらもよろしくお願いします、はい、新製品ね、